音がね、音が鳴っちゃったよ。じゃあ社長、ここの下も全部そうなんだ、錆びてんだよ。そこもいかん、ここら辺のもないんだよ、下手すとね。ね、はかんとはかんねえ。あ、プレイヤーが錆びてます。あー、これがあれだね、袋になってるとこはみんなあれだね、融雪剤と水が溜まってこれ全部錆びてるんだ、腐ってるんだね、このとこはね。何箇所穴開けて、うん、6815ピッピッピッって吹っ飛ばすしかね。ほらね、いいがね、ガン持ってガン吹きの錆止めの腕があるから。いやー、そうだね、この下は全部あれだね。グリーンのはさ、うん、ロックの一昔前のパテだ。ああ、そうなんだ、パテだね、これ板金パテ、板金パテだね。いや、やってきたの、この辺の下が全部腐ってるんだね。音が違うんだろうね、これね、音が。あ、違うわ、音がね、音が鳴っちゃったよ。じゃあ社長、ここの下も全部そうなんだ、錆びてんだよ。そこもいかん、ここら辺のもないんだよ、下手すとね。ね、はかんとはかんねえ。あ、プレイヤーが錆びてます。あー、これがあれだね、袋になってるとこはみんなあれだね、融雪剤と水が溜まってこれ全部錆びてるんだ、腐ってるんだね、このとこはね。何箇所穴開けて、うん、6815ピッピッピッって吹っ飛ばすしかね。ほらね、いいがね、ガン持ってガン吹きの錆止めの腕があるから。お土産持ってきました。あ、ありがとうございます。あの冬用のお土産いっぱい持ってきましたよ。社長、とっときのお土産は、ほらほら、防寒ができる。ああ、そうだ、ほらほらほら、デッキーズの耳当てができる。あ、これいいや、いいだろう、防寒のね、ほらほら、あんなもん持っていけるから、せがれせがれ取られし。そうだよ、父ちゃん魚釣りちょうどいいよ。そうだよ、父ちゃんがあれやんねんだったら息子さんがいいかなと。いやいや、いいだろう、デッキーズ、あ、ほら、あったかい、あったかいよ、ほらちょうど冬用だもん。マーク、このマークがいいだろう、このデッキーズマーク、デッキーズマークね、うん、見たことねえだろ、このデッキーズマークはね、これデッキーズマーク、これ見たことないでしょ、マジで。デッキーズの、違う、その帽子のデッキーズだよ、デッキーズマーク見たことないでしょ。帽子は初めて見るね、帽子。冬を作業できる。あれだっす。いいだろう、はい。スキモになってる。これ水上で仕事やるからさ、おい、これ冬はちょうどいいなんだよと思って。社長、白パテでさ、うん、5キロあたりでどれぐらいする？ああ、高いよ。目が飛び出るぐらい。おっさんに買わせるべ。ああ。白パテがないと無理だ。ああ、白パテ使った方がいいかもしんないね。1キロぐらい。今ないんだよ。高橋からも早くくれって言われてんだよ。いつ頃できる？もう2ヶ月も待たしてんだよ。気分やね、ほんと。作るよ、そのうち。高いよ。高橋さんとこどれぐらい持ってんじゃん、毎月。お、毎月5キロから10キロぐらいだね。ああ、5キロありゃいい加減に作業できるね。40グラムずつだから塗るの大変だよね、結構ね。
5キロ、そうね、5キロソーラーカー1台作るのに、あ、10キロ使うから5キロ、あ、5キロ、5キロあれば相当乗れるよね。高橋のとこだからトラック、そうね、トラックってもうここまでひどくないからね、いくらなんでもここまで、これ作るってやつだからね。高橋のとこは言っとくけど塗るってやつだから。そうやもんね。錆止め塗るってやつだから。ここっちの社長的にはどう思う、白パテとさ、俺が独自で作る685パテ、どっちの